あなたが大切に育てている花や観葉植物、野菜、よく見るとこんな被害に遭っていませんか？あちこちの葉がわずかに食べられて、小さな幼虫が一匹ずついる。もしかしたらそれはスズメガかもしれません。スズメガは幼虫が野菜、草花、樹木などの葉を食べてしまいます。飛んでいる成虫を見つけたら、卵を産みつけられている可能性があるので、葉を丁寧に調べて、卵がついた葉があれば取り除いて処分します。植物の根元や葉の上に粒状の糞が散らばっていたら、幼虫がいるかもしれません。葉の裏などを探して、箸でつまむか、葉ごと切り取って駆除しましょう。殺虫剤を使う場合は、幼虫がまだ小さいうちに薬をまきましょう。成熟した幼虫には効果があまり期待できないため、早めに対処しましょう。薬剤を使用する場合は、その薬剤の使用条件が合っていることをラベルなどで必ず確認してください。スズメガには多くの種類があり、成虫や幼虫の大きさ、模様などが違います。成虫は広げた羽が5から10センチメートルくらいのガで、種類によっては時速50キロメートル以上の速さで移動します。羽を素早く羽ばたかせることで空中で止まることもでき、ストローのような長い口を使って花の蜜や樹液を吸います。成虫は主に夜に活動しますが、昼間に飛ぶものも多くいます。直径2から3センチメートルの薄い緑色の卵を飛びながら葉に1個ずつバラバラに産みます。幼虫は成熟すると5から10センチメートルくらいになる芋虫で、お腹の端に角を持った特徴のある形をしています。若い幼虫のうちは食べた後もわずかで目立ちません。成熟するにつれて食欲が増して、短い期間に植物が枝や茎だけになるまで葉を食べ尽くします。体が急に大きくなるので、幼虫が成長してから気づく場合が多くあります。主に春から秋にかけて年に1から3回発生します。幼虫は種類により餌とする植物が違い、ほぼ決まった植物を食べます。少し目の粗い防虫ネットでも十分に予防が可能なので、トンネル掛けするなど成虫が飛んでくるのを防ぎましょう。発生は少なくても食欲が旺盛なので被害が大きくなりがちです。葉の裏なども気をつけて見てあげるようにしましょう。